日本放送のヨッピーこと吉田尚紀アナウンサー48が8日自身の公式 X を通じ東京大学大学院に合格したと報告した。合格通知書や学者をバックにしたショットとともに情報学管学際情報学部社会情報学コースに2025年4月から大学院生として通います。世の中の情報をリスナーにより有益な形で還元できるようになってきますねと伝えた。